セリツァ川の戦いは、1501年8月27日に、イズボルスクの南方 10km ほどの地で、ボルターホンプレッテンベルク率いるリボニア騎士団と、モスクワ大公国、プスコフ共和国軍が衝突した戦い。リボニア騎士団が数で勝るモスクワ軍を破った。モスクワ大公イァン三世の拡張政策は、リボニア騎士団との関係を冷え込ませた。1492年、モスクワは、 ナルバの対岸にイヴァンゴロト要塞を建設し、2年後にノブゴロドにあったハンザ同盟の召喚を閉鎖させた。ここにいたリボニア人が大半を占めるハンザ商人たちは投獄された。これによりタリンとタルトを結んでいた交易ルートは急激に衰退した。1495年から97年のロシアスウェーデン戦争中、スウェーデンがイヴァンゴロト要塞を制圧して、 リボニア騎士団に引き渡そうとしたが、騎士団はこれを断った。このやりとりを見て、モスクワ側はようやく、スウェーデンと騎士団が同盟していることに気づいた。モスクワと騎士団の間で交渉の場が持たれたが決立し、リボニア騎士団は戦争の準備を始めた。一方でモスクワは、1500年5月にリトアニア大公国とも開戦した。1501年5月17日、 リボニア騎士団とリトアニアは、ビリニュスで10年間の同盟を結んだ。同年8月、騎士団長本プレッテンブルクは、騎士団とリューベックからの3000人の傭兵を率いて、プスコフへ侵攻した。1501年8月27日、西から進撃してきた、リボニア軍は、イズボルスクの南方1 0トルにあるセリツァ川で、モスクワプスコフ軍とぶつかった。まず、 プスコフ軍が攻撃を仕掛けたが、リボニア軍に撃退された。逆に、リボニア軍は残ったモスクワ軍に砲撃を浴びせた。モスクワ軍も大砲で応戦しようとしたが、あまり効果はなかった。モスクワ、ノブゴロド、トベーリ、プスコフから兵を集めて、数で圧倒的に勝っていたはずのモスクワ軍は、リボニア軍の徹底的な砲撃と自軍の火器不足により敗北した。 これをきっかけに、モスクワ大公国は、軍政改革に取り組み、アーキバスを装備した、常備軍を創設した。リボニア軍は、オストルフを占領し、プスコフも包囲したが、これは、落とすことができなかった。モスクワ軍は体制を立て直した後に、東リボニアを荒らし、タルトに近いヘルメで、リボニア騎士団を破った。しかし1502年9月のスモリンの戦いでは、 リボニア騎士団が勝利した。1503年、リトアニアとモスクワの間で講和が成立したことで、戦争は終結した。リボニア騎士団とモスクワの間では、後のリボニア戦争まで平和が続いた。ありがとうございます。